日は前回ガンバ戦でアダユトン選手が点を決めたということで、この方にズームがつながってます。どうぞ。はい、よろしくお願いします。はい、そう、前回半年前に出ていただいて、その時にアダユトン選手の思いをめっちゃ語ってくれた、アダユトン選手がね点を決めたということで、ここからお話を聞かないとなと思ってお声かけさせていただきました。じゃあ今回もよろしくお願いします。お願いします。それではあの一緒に行きますよ。あのさっき約束したやつですよ。行きますよ、せーの、レッツラゴー。あーちゃんパイセンは何歳からサッカーが好きですか？3歳。私より先輩ですよね。だからまああーちゃんパイセンってね呼んでるんですけどね。じゃあズバリ好きな選手は誰ですか？アダちゃん。アダちゃん、私もじゃあアダちゃんって今日呼びますね。うん、ありがとうございます。じゃあズバリアダちゃんのどこが好きですか？かわいいだ。かわいい。後ろのねグッズとか見てもアダちゃんだらけ。この横から見える旗は、アダちゃん。なんですかそれは？アダちゃん、アンちゃん。それ持ってるのは誰ですか？アダちゃんです。あ、父ちゃん。あの旗は誰が作ったんですか？母ちゃん、お兄ちゃん。めちゃくちゃ器用ですね。後ろにもいっぱいもうアダちゃんグッズだらけ。いや、本当にアダちゃんが好きなんですね。じゃあこの間あったガンバ戦でアダちゃんがゴール決めたじゃないですか。アーちゃんパイセン、どうでした？おいしい。その笑顔見れて私も嬉しい。あとあのいつもツイッターとかで観戦してる時の動画だったりツイートしてるじゃないですか。それを見てちょっと気になったのがいくつかあって、アダちゃんにキスしようと思ったら選択に変わった。ちょっとこれそれ流してもいいですか？はい、こちらです。いたそう、あれどうでした？恥ずかしい、ちょっと恥ずかしい。いや、あれ本当に面白かったんですよ。あとちょっと前、あーちゃんパイセン誕生日でしたよね。それかな、私そうツイッターで見て、あーちゃんパイセンの誕生日の時にあだちゃんからなんかプレゼントもらってるみたいな、それですかもしかして？羨ましい。いやいいな。誰から？本人。だって父ちゃんとメールつながってる。そしたらあだちゃんもあーちゃんのこと認識してくれてるんで、ぜひプレゼントしたいって言ってくれて。やっぱりだってジュビロ岩田時代からずっと応援してるんですよね。もうだって好きになってもう何年も経つんですよ。これからもアダちゃんのことは好きですか？はい。じゃあアダちゃんにまだまだ頑張ってもらうっていう意味で一緒にアダちゃんのちゃんと歌いますか？一緒に歌いましょう。せーの、おおおおおお、アダイユタン、おおおお、アダイユタン、おおおお、アダイユタン。ありがとうございます。あの私 CD。ああ私したんですけど、聞いてくれました。あ、簡単。わあ、嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。わあ、ありがとうございます。本当に嬉しい。じゃあ一緒に歌いますか。あれ、最後にアダちゃんが見てくれるかわからないけど、アダちゃんにメッセージを。いっぱい決めてね。アダちゃんゴールしてね。またアダちゃんが点を決めたりしたら、ぜひまた出てください。いいですか？はい。ありがとうございます。では今回来ていただいたのはあーちゃんパイセンこと中尾あんみさんでした。ありがとう。